北海道大学水産学部の在学生の活躍をご紹介します。こんにちは。こんにちは。これからお母さんについてのエビアレルギーの研究をインタビューをします。どうしてこの仕事をしたいんですか？ありがとうございます。清組の教育したいからです。はい、ありがとうございます。どうして日本に研究をしたいんですか？ありがとうございます。日本は世界でも有数の先進国の一つであり、北海道大学は世界のベスト100大学にもランクインしているからです。はい、ありがとうございます。どうしてエビアレルギーをの研究をしたいんですか？ありがとうございます。食物アレルギーの患者数は増加の一途をたどっているため、8人に1人の子どもがアレルギーを患っており、エビはアレルギーを引き起こす魚介類の中で最も高い位置を占めています。はい、ありがとうございます。日本に行く前に何かものを研究したんですか？そうです。もちろん勉強は必要でした。大学に受かるためには、当時水産食品科学の分野で6人の教授との面接試験を受けなければならなかったからです。はい、ありがとうございます。この仕事で大変なことや楽しいことは何ですか？もちろん、生きなければならない浮き沈み、以前の予測に従って実験格好を得た時の喜び、またはこのタスクで卒業するため、するための主な要件である全く新しい結果を得た時の喜びがあります。メンバーのコロナ感染による研究室の閉鎖により研究活動が一時的に中断せざるを得なくなった時の悲しみもあります。はい、ありがとうございます。この仕事は何年から始めましたか？ありがとうございます。この研究は2020年に開始され、現在2023年に初期に研究成果を証明するための最終試験を受ける準備をしています。約3年間勉強します。順風満帆でありますようお祈り申し上げます。ありがとうございました。はい、これでお母さんの研究についてのエビアレルギーをのインタビューを終わります。頑張ってください。はい。